はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、R というものです。アルファベットの R ですね。はい、初めましての方は初めまして、そうじゃない方は初めまして。はい、今回ですね、実況動画をやって早数年、やりてえと言っていたギャルゲーというジャンルにね、ついに手を出してみました。はい、ギャルゲー歴はね、やったことないですね。あの実況プレイ、他の方のね実況プレイとかではいろいろ見させていただいたんですけど、このゲームはね、ほんと自分でやりたいと思って、動画もまとめとかも何にも見ないで、もう本当に全てが初見のプレイとなりますので、はい。ただこのゲーム非常にね難しいという評判だけは聞いているので、まあ心配っちゃ心配なところはあるんですけどね。はい、黙っちゃったよ。これオープニングなのかな。いいや、最初だからちょっと手を離してやっていこうか。歌が始まるわけじゃないんだよね。誰も喋ってないし、あ、じゃあ R が喋ろう。はい、ですね、まあ実況ね始めて早数年、他のね動画もアップロードしたんですけど、この度動画がね400本、まあ、まだ予定なんですけどね、400本動画を上げさせていただいたところで、まあ、記念でねこの動画を上げようかなという計画で、まあ、やっております。今のところまだ394、5本かな。だからこれがアップロードされるのはもう少し後になるんだろうけど、うん、まあ、季節的にねちょっと全く季節感もう真逆みたいですね。これどうもクリスマスのタイトルらしいんだけど、甘神、はい、やらせていただきます。よろしくお願いします。非常に難しいとねいう噂を聞いているね。無理なんだと思います、俺。はい、何にも知らないんですよ本当に。振動もあんのこれ、どうなってんのこれ。文字速度、最初は特に何もなしでいいかな。じゃあ初めからやっていきます。よろしくお願いします。あなたの名字を入力してもらえるかな。あー、決めてなかったですね。私 R っていう、そのいいのかな、お名字ないんですよ。待ってだから、あ、名字か。いきなり俺カット入れるか。これノーカットでさ、ダラダラやろうと思ったんだけど、ちょっとカット入れよう。はい、星頭 R にしましょう。星頭、R、私ね、ずいぶん頭がちょっといっちゃってるね、脳内お花畑って言われてるような人間なんだけど、まあお花畑だと女の子っぽいんで、ね、ちょっと、どうしても頭いっちゃってる、ね、星様状態の人間だっていうことを分かっていただきたく、星頭にさせていただきました。決してね、荒川なんとかの星とはね、全く関係ないんで、よろしくお願いします。お、はい、プロローグ。これ丸をしてっていいのかな。ちょっと非常にね、行動、やります。ちょっと怖いんで、ヒントもあるらしいんだけど、ちょっとそういうのはやめようかな。せっかくだし、初見でボコボコに、あ、これ、あと俺全部読みます。これ多分気のせいだと思うんだけど、その日の夕焼け空は特別眩しい気がした。ごめんね、この主人公のセリフだけはマジで読ませていただきます。こんな日でも子供たちは元気に走り回る。いや、こんな日だからなのかもしれない。はい。自分も浮かれているからか、公園内を元気に走り回る子供たちを見ていると、なぜか笑みがこぼれた。おお、なかなかいい少年じゃないですか。寒くないのかな、なんて思いながら、ポケットに忍ばせた携帯回路を握りしめる。ああ、もういい年するとね、寒くなっちゃうもんね。こっちとしては、ふと街に目をやると、きらびやかなイルミネーションが目に入った。文字送りちょっと遅いかな。まだはっきりとは見えない、見えないイルミネーションを眺めていると、不思議な気持ちが込み上げてくる。今日はクリスマス、
あ、そうなんだ。どのくらいの時間だろう。しばらくイルミネーションを眺めていたら、すっかり子供たちの声は聞こえなくなっていた。携帯回路もすっかり冷たくなり、冬の厳しい寒さが公園を包む。ああ、絵が綺麗だな。今までちょっとドットの荒いゲームばっかりやってたからな。イルミネーションはその輝きを増して、今じゃここからでもはっきり見える。ああ、滑らかな絵がすごい目に優しい。おお、寒い音が。寒いな。って何言ってんだ僕は。冬なんだから寒くて当然だよ。ああ、一人称僕なんだ。そっかそっか。でも今夜は特別寒いよな。気のせいじゃなくて。うん、もう来ないよな多分。いや、もうダメか。何が。入学式で見かけてずっと憧れてた牧原美香。美香さん、ずっと話もできなかったけど、3年生になってクラスが一緒になってから頑張った。お、頑張ったよな。おう、梅原と梅原ですか。そうですか。いろいろ相談してようやく今日の約束を取り付け、うん。リホコには女の子が喜びそうなプレゼントを聞いて、デートスポット調べたり、他にもいろいろ頑張ってきたよな。今日のために、今日きちんと気持ちを伝えるために。ああ、うん。それなのに何これ、なんで来てくれないんだろう。ちょっと待って、いきなり何これ。ミヤに自慢話までしちゃったよ。僕って本当に間抜けだ。なんかいろいろお友達が出てきてんのかな。もしかして、お、え、いきなりプロローグなのに、マジか。待ち合わせ場所を間違えたのかな、時間を間違えたのかな、僕の妄想だったのかな。あー、こういうアドベンチャーはね、昔ね、ちっちゃい頃キャラゲーをやって以来やってないんでね、ちょっとどうしようかな。まあどう考えてもね、これ僕くんの妄想だったんじゃないの。あ、俺名前 R にしてたから俺の妄想だったってこと。きついな。僕の妄想だったのかな。本当は約束なんかしてなくて、全部僕の勘違いで。ちょっと待って待って待って、そんなわけないよ。笑顔で了解してくれて、忘れないでよって言い切るまでしたんだ。え、マジで。勘違いなわけがない。結局振られたってことだよな。なんでなんだろう。何が悪かったんだろう。なんで約束はしたのに来なかったんだろう。誕生日プレゼントを送った時はあんなに喜んでくれたのに、どうして。会って確かめたい。確かめないと梅原に今日のこと聞かれても答えられない。ダメだ、どうしても梅原でね、吹いちゃうんだよね。でも彼女に会ってまともに話ができるのか。来なかった理由聞いて耐えられるのか。俺は無理だろうな。とても自信がない。もうこんなに辛い思いはしたくない。やめてくれよ。ちょっと、それならいっそ3学期だけだ。ん？ 3 学期だけ耐えれば、クラスメイトと話さないように過ごせば、そしたらすぐに卒業式だ。ちょっと、心をえぐってくるね。主人公、それでいいんじゃないのか。あ、今素で会ってて、これ名前間違ったかな。これ星頭って、星頭にしようかな。そしたらきついな、雪降ってきたな。帰ろう、風邪ひいちゃうしな。ああ、このプレゼントどうしよう。お小遣いを貯めて買ったペアのペンダント。ああ、
高校生でさ、ペンダントペアって買うの？ダメだ、とても持って帰れない。もう見たくもない。ゴミ箱に捨てていこう。寒いな、本当に。さっさと帰ろう。これきついな。帰って温まらないと。ゆっくり温まろう。もうさ、この子絶望しちゃってんだけど、大丈夫？それにしてもちょっとペアのペンダントは早すぎやしねえか？まあ恋愛なんかね、ほとんどしたことない俺が言うのもなんだけどさ。ニーニー、朝だよ。ミア、あ、妹さんか。一応説明書は読んだんだけど、夢か？え、何この脳内お星様。え、ついに俺の脳内お星様設定が甘髪に浸透してしまったのか。はぁ、あ、ニーニー、あら、可愛い声しちゃって、うるさいな。ニーニー、入るよ。あ、え、あれ、いない。ニーニー、またここ？ニーニー、え、なにこの可愛いの。あ、本日は閉店です。こら、閉店してる場合じゃないよ。開店の時間ですよ。え、可愛いんだけど。もう、また押し入れにこもって。別にいいだろ、寒いんだから。暖房つければいいじゃん。そんな気分じゃない。おう、この星頭くんは随分お礼っぽいんですね。俺も暖房つけないんだよね。また嫌なことでもあったの？え、何この子。別にそんなんじゃないよ。だいたいミアは分かってないんだよ、押し入れがいかに優れているか。何？何それ。え、優れてる？いいか、押し入れの中は布団がいっぱいだ。当たり前じゃん。いいから聞けって。この布団にくるまれた密閉空間がものすごい心地いいわけだ。冬でも暖かく暖房いらず、しかも静かで考え事にもってこい。おう、さらに一説には密閉空間の中に自分のエネルギーが満ちることで癒し効果を得られるらしいぞ。何それ、誰が言ってたの？俺は信じるぜ。僕、あな。ちょっとやだな俺こいつ。なんだ、デタラメじゃん。もうデタラメじゃない、親切だ。癒し効果抜群なんだ。癒しだ。おお、やめろやめろ。こら、あ、入るな。いいじゃん、ミアも癒されたいもん。やばいだろこの子ちょっと。こいつも頭を起こしたもんだな。自分の部屋で癒されればいいだろ。ここで癒されたいの。すごい近づいてきた。なんてわがままな。わがほら、久しぶりにニーニーの押し入れプラネタリウムも見たいし。プラネタリウム、あのキラキラしてんのか。ダメだ、これは僕一人で鑑賞する作品なんだ。 R 専用。おお、そっかそっか、俺専用なんですね。作品って蛍光ペンで描いただけじゃん。作品バカにすんのは失礼だね。うるさい。で、その手は食わないぞ。僕は押し入れに本を入れたりしないからな。騙されたのは俺だけか。おお、ミャーも入るの。ああ、もう出るから離れろって。ニーニーのケチ。え、こんな可愛い妹がいたらさ、彼女とかいらなくね。
ったく朝っぱらから騒がしいやつだ。僕の癒し時間が台無しだ。朝っぱら？朝から俺押し入れ入ってる時間ねえんだけど。ねえニーニー、ん？どうした？本当は何か嫌なことあった？大丈夫？あの妹ってこんなに優しいんですか？世の中のお兄ちゃん、ちょっと音量上げよう、テンション上がってきたか。ないよ、嫌なことなんて何もないさ。そっか。さて着替えて学校行くか。うん、行こう。これミヤちゃんはもう着替えてるのかな。なんだよ、先行ってろよ。今日は一緒に行く日なの。一緒に行く日って誰が決めたんだ。ミヤこれミヤ可愛いな。でもこれ絶対惹かれてるよね、クラスで。俺は好きだけどね。分かったよ、着替えるから下で待っててくれ。はーい。まったく気まぐれなやつだよな、言い出したら聞かないんだから。困ったもんです。ふう、いきなりの賢者タイム。それにしても今朝は寒いな。いい部屋だな、テレビがあってモニターがあって。俺部屋にテレビ一つしかないぞ、パソコンと兼用の。この冷え切った制服を着ると一層寒さが際立つ。わかるわ。行ってきます。挨拶とかね、寒いんだよね、あのスラックスとかさ。行ってきます。ニーニーと一緒に学校行くの久しぶりだね。あ、ランドセル型なの、珍しいね。そうだっけ。そうだよ、ニーニーミアのこと置いていっちゃうじゃん。ていうかあの右上にさ、あ、 R っていうのが、 R の看板があるんですけど、これ何なんですかね、 R って俺の家なのかな、 R の星頭家の。ミア歩くの遅いからな。そうかな。そうだよ、しかも猫を見つければ追いかける、花を見かければ座り込む、子供じゃないんだから。まあまあ、そんなに急いで歩いても何もいいことないよ。なるほど、遅刻になるだろう。そうとも言えるかもね。俺どっちかっていうとこれミア派だな、 RR よりも。それよりミア、え、家の中じゃないんだからニーニーじゃないだろ。あ、油断してた、ごめんごめん。なんて言われるんだ。まったく、自分から学校ではベタベタしないでよって言ってるくせに。それにしても寒いね。あ、ないないな、何も呼んでくんないの。まあ冬だしな。息も真っ白だよ。そりゃもうすぐ12月だしな。あ、12月、あれもうクリスマスは過ぎたんじゃないの。だと、そういうミヤだって彼氏できた試しがないじゃないか。震え声。ミヤはお兄ちゃんに遠慮して。どうだか。もうちょっとこいつ無理だな。何よ。そんなお子様体型だから誰からも相手にされないんだろう。お前ちょっとそれは許されないぞ。あ、察し。いや、今のは。おおおお、ニーニのバカ、なんとの構えだったな。もう知らない、バカニーニ。ああ、怒られちゃった。それ怒られるだろう、言っ
って久しぶりに食らったな。ま、お子様体型はまずかったが事実なんだけど。相変わらずだな。その声は朝っぱらからお暑いことこの上ない。食いの寒さも吹っ飛ぶな。おい、あ、誰でしたっけ。どう、そう来るか、そう来ちゃう。妹と知っててからかうような友達を持った覚えはないんで。他人行儀。つらないね。せっかく新作が入ったから持ってきてやったのに。なんだ新作。ああ、例の写真集。親しき友のためにと思って持ってきたが、そう思っていたのは俺だけとはね。結構時間がやべえんだけど、何にも始まってないんだけど、プロローグ長えな。お、よく見れば小学校から一緒の梅原が。正義くん、スポーツが得意で所属は剣道部。最近は幽霊部員気味だったん幽霊部員気味の困った一面が。クラスも一緒で家も近い寿司屋の次男坊で僕の親友じゃないか。あ、だからこういう BGM なんだ。驚きの変わり身っぷりだな。すまん、俺声優さんとか全然詳しくないんだよね。いいってことよ。むしろその食いつきを待ってたぜ。梅原じゃ格ゲーやってんのかな。どうだった、よかったか。バリいいぜ。そんなにか。衣装はどんな感じだった。まあまあ慌てなさんなって。とにかく歩こうや。こんな話で遅刻じゃ商売上がったりだしな。ちょっとうざい系かと思ったらすごいやっぱいい子ですね。さすが親友ポジション。なるほどな、そりゃすごそうだ。まあちゃんと貸してやるから汚すなよ。どうやって汚すんですかね。汚さないよ。冗談だよ冗談。どうした。森島先輩だよな、あれ。森島先輩。になる人だな。写真集が霞んじまぜ。なにこの美人さん、こんな高校生いないでしょう。そうだな、森島先輩相変わらず綺麗だよな。僕の年上びいきを差し引いても先輩は素晴らしい。気持ち悪いなこいつ。ミヤとは違うな。ミヤとはどこを見て言ってるんですかね。ミスサンタコンテストで2連覇中っていうのも納得だよな。ああ本当だよ。この間森島先輩に言い売りの数が振られたらしいぞ。え、告白したのかい。先輩に告白。ああ、もうじきクリスマスだしな。クリスマスだから告白。今年こそ好きな人と過ごしたいなんて言い出してな。まあ3年生は時期卒業だしな。カズの気持ちもわからんでもない。いや3年生はさ、優にこと書いてクソみたいな受験とかさで忙しいんじゃねえの。でもあの顔はもうなんか決まってる顔だよな。ああ、そうか。しかもうちの学校ありがたいことに大層なパーティーもあるしな。もうクリパですね。今時珍しいよな、伝統行事ってやつらしい。うん、頑張ってみるか。え、去年は野郎ばかりでバカ騒ぎしてたけど今年はさ。何をだよ。それっぽいクリスマスってやつだよ。いきなりだな、らしくないんじゃないのか。まあな。でもさ、考えてみろよ。来年はそれどころじゃないかもしれないぜ、受験やら就職で。だ、それはだから先輩がそうなんじゃないの。だからそうかもな。やらずに後悔するよりもやって後悔した方がいい。うん、それは俺もね、強く言ってきますね、うん、これ大事だと思いますよ。なんだそれ、座右の銘。この前は何これ、酔い腰の金は持たないが座右の銘だったよな。いろいろあるんだよ。
相変わらずデタラメなやつ。まあそれが俺の味だからな。まったく。それにしても梅原がそれっぽいクリスマスだなんて。なあ、もしかして好きな人いるのか。とっとっと、そいつは言えねえよ。特にこんな場所じゃない。面白い子だね。言われてみればそうだな。とにかく俺は俺なりに頑張るぜ。うん。俺たちは何朝っぱらから道路で語っちゃってるんだろうね。行こうぜ、遅刻しちまう。いや、大事なことだと思うけどね。意味があってもなくてもこういう会話って。いつもおちゃらけてるだけなのに、梅原もいろいろ考えてるんだな。格ゲーのことばっかりじゃないってことか。俺は俺なりに頑張るか。あの日からもうすぐ2年。クリスマスか。え？もしかしてさ、中学生でやったの？なんかペアのなんたらかんたらって。僕は。まあ、3年生は時期卒業だしな。よし。なあ、梅原。